はい、タックマンです。今日もね、全力で息を吸って挨拶をするというこの助走付きバージョンで挨拶をしてみました。いかがだったでしょうか。さあ、いよいよもう9月ですよ。9月入りました。早いですね。あっという間ですよね。でもね、もうこっから受験までもっと早くなるんで、こんなもんじゃないですよ。なので皆さん改めて気を引き締めて頑張っていきましょう。さあ、そして今日お話しするのはその9月。どう乗り切るかめちゃくちゃ大事です。ズバリ、英語。9月の英語勉強法。これをですね、お伝えしようと思います。で、この9月のね、英語っていうのはめちゃくちゃ大事な月なんですよ。大事な時期にもかかわらず、いざ何したらいいんだろうってちょっと悩んじゃう人が多いと思うんです。8月とか夏休みまでは、正直ね、単語とかね、文法問題わーって、文法問題集わーってやったりとか、英文解釈一つ一つやってったりとか、なんかやること明確で、基礎しっかり固めようみたいなのが漠然としてあったんですけど、じゃあ9月になった時に、なんかそのセンター試験とか、まあ今でいう共通テストの対策するにはちょっと早いし、かといってその二次試験だったり、まあ、次第の過去問ゴリゴリ解いていくには、まあ、過去問も数限られてるしみたいな、じゃあ9月って何したらいいんだろうなみたいなので、ちょっとこうふわふわしちゃうというか、何したらいいか定まらない時って一番怖くないですか。やるべきことがちょっと見えないっていうのがね、勉強に集中できないじゃないですか。なのでそういう人結構多いと思ってるので、今日はそういう人たちにこの9月どういう勉強をしたらいいかというのをしっかりお話ししていきたいなというふうに思っております。で、今日はですね、まあ、コメント欄とかいつも見てて志望校のね大学とか書いてくださる方も結構いたりして、それを参考にしてると、もちろん慶応行きたいですっていう、僕の後輩になりたいですってね、言ってくれるような人もいるし、早稲田受けたいっていう人ももちろんいる。で、マーチ受けたいですとか、カンカン同立狙いますっていう人ももちろんいるし、かたや国公立の旧帝大行きたいとか、地方国立なんですとか、あるいはそんなに偏差値は高くないかもしれないけど、ここ行きたいんです、参考にしてますみたいな人、結構幅が広かったんで、なので、今日はですね、場合分けしました。久々に場合分けした。高1ぶりぐらいに場合分けした。あんましないよね。大人になって場合分けしないよね。数学で使ってた場合分けをまさかこの英語で使うという、ちょっとややこしい感じになってるんですけど、要は、それぞれのレベルの人、今自分がどういうレベルにいて、どういうぐらいの実力があるから、9月はこれをやった方がいい。やっぱりそれぞれで分かれてくるので、それぞれの場合で自分がどこなのかっていうのははっきり、した上で、あ、じゃあ自分はこれやればいいんだな。っていうことをお伝えしますので、それをしっかり吸収して実践するようにしてください。さあ、では行きましょう。まずですね、その自分の立ち位置、今どこにいるのかな、私どれぐらいのレベルなのかなっていうのを測ってもらうのに一番いいのがこれですね。はい、こちら。まずはセンター試験の過去問、もしくは、まあ、共通テストは過去問ないんで試行問題になりますけど、これを解いてほしいんです。まあ1年分でもいいですし、今できたらその2、3年分ぐらい解いてもいいんですけど、まずそれ解いてみてください。で、解いてみて、その結果、何点ぐらい取れたかっていうので、ちょっと今回はね、場合分けしたいなというふうに思うんです。で、やっぱりセンター試験とか共通テストもそうですけど、日本の全受験生を対象に、やっぱりしっかりね、作られてるものなので、非常にいい材料なんですよ。で、その、まあ、仮に今回センターの過去問だとしましょう。120点やから6割、筆記でね、6割いきませんでしたという人、このパターンの人は、正直で、基礎が全然まだできてない段階なんです。基礎ができてない。基礎って何ですかっていうと、単語、知らない単語多分めちゃくちゃ多いと思うんですよ。わからないから読めない。それは何言ってるかわかんないよね。で、その英文解釈も何がどこにどうかかってきてるかわからないとか、そういう人も結構多いと思うんですよ。で、昔のセンターだったら文法問題ありますから、大問2の文法問題全然解けない。文法がわかってない。この単語、文法、そして英文解釈、この基礎の部分ができてないということになりますんで、まずはここの人たちはいくら、難しい長文とか過去問解きますとかいくら演習積んでも、残念ながらこの土台がまだ固まってないと何も伸びないということになってしまうんですよ。あ、毎日もう絶望するだけみたいになっちゃう。読んでも読んでもそりゃそうだよね、単語覚えてないから、わからない単語だらけ、何読んでもわかりませんっていう状態になってしまうので、まずこの人たちは一回その過去問とかも一旦置いといて、難しいなんか長文の問題集とかも置いといて、まずはこの単語文法、まあプラスそこに英文解釈が入ってきますけど、ここを徹底するということを心がけてほしいんですね。で、これが積み上がらないと、こっから先上の点数にはいけませんので、まずここはもう最低ラインクリアするところだと思ってください。はい。で、次の人、次こうどういうパターンですかというと、
120点から160点、つまり6割、7割、8割ぐらいの人ですね。この人たちっていうのはさっき言ったその基礎の部分まだ完璧じゃない。この人たちは何をしたらいいかっていうと、自分が何がまだ足りてないのかっていうのをしっかり分析する必要があるんです。このセンター試験過去問ときました。まあこの辺りの人は1年分だけじゃなくて2年3年解いてもいいかもしれませんけど、解いてみてなんでこんなに長文取れないんだろうね、その理由を探るわけですよ。そしたらやっぱり知らない単語多すぎるわと、これじゃあ大事なところがいつも分かんない単語で読めませんわっていう人はやっぱり単語が足りてないで、ここの文章は単語は分かるけどどういう意味でどういうふうに解釈すればいいんだろう、訳せません、これ英文解釈が足りてないっていうことになります。なのでここの人たちはそれぞれ一人一人自分はなんでこれ間違えてるの、なんでこんなに点数を落としてるのかっていうのを冷静に分析してみてください。でその分析をして原因を特定して、例えばあ僕まだ単語固まってませんでした、あそういえばもうなんかだいぶ前に単語帳やったけどほぼ忘れてるかもしれないな、だったらやっぱりこの単語帳の復習に行った方がいいし、いや実は英文解釈の勉強をやってないんですよねっていう人に関してはじゃあやっぱり英文解釈の参考書何かやった方がいいですし、それに関しては過去たくさん動画出してるんで、自分で選んでいただきたいんですけど、そういうふうに自分のできない分野、足りてない基礎の分野っていうのを完璧にするっていうのが大事なんで、そのためにまず原因何がダメなのっていうところを意識してください。はい、そして最後です。まあこの方たちは結構順調に来てる方だと思います。160点以上ある程度コンスタントに取れますよって人、160点、8割っていうのは正直基礎はある程度できてる人は絶対ここ超えていけると思います。単語文法英文解釈そこそこちゃんとやってれば間違いなくここには届く点数になってきてるはずです。なってなかったらさっき言ったように何かに欠陥があるんで、そこしっかり分析。この人たちは多分ね、夏も頑張ってとか、僕もそうでした。ある程度基礎固めた段階で取れるようになった点数が160とか170、まあ大体170以上ですかね、コンスタントに取れるようになったんですよ、基礎固めたら。なのでここの人たちは何をするべきかっていうと、ある程度基礎はそこそこ OK です、じゃあ長文を読む練習をこっからガンガンしていきましょうねっていう段階です。でその時に使うのが以前も紹介しました長文問題集、徹底レビューしてますんで、自分に合う長文問題集どれかなっていうのを過去の動画、概要欄にもリンク貼っときます。改めてそれ見ていただいて何か選んでもらって長文問題集使う、もしくは大学の過去問、例えばですけど早慶受けたいって思ってる人で、大体でもまだセンター160とか170だよっていう人、まあまずはマーチの過去問から始めてみるとか、マーチ受ける人でも例えば僕は明治受けるんだけども青学の問題、同じぐらいのレベルの問題を解いてみるとか、そういう風に過去問いっぱい入手できそうな人はぜひ、まあ大学の過去問なんか使っても OK だと思います。はい、なのでこの人たちに関しては正直その今年だったら共通テストへの対策っていうのは今からゴリゴリにやらなくて全然大丈夫です。まだ早いです。それはもう11月とか12月とか本当に近づいていって、改めて共通テストの時間配分とかなんか問題の癖とかそういうものを掴んでいけば綺麗に最後の方で伸びていきますので、なので今は焦らず、それよりもどの大学にも通用する長文のそもそものスキルっていうのをしっかり培っていってほしいなと思います。目安はと言いますと、できれば1日に1長文、まあ、特にもう次第なんか受ける人はやっぱり英語の配点高いと思うんで1日1長文、まあちょっと難しいなという人も2日に1長文で、これは過去問はね1日1年は結構難しいですから、そうとは言いません。なんで長文問題集の1題ね、1つの長文を読むっていうのをまあ1つの目安にしてもらいたいなと思います。でそんなにこれから毎日長文読むってそんな数読まなくてもよくないって思うかもしれませんけど、これまあ何度も言ってるんですけどね、筋トレと一緒なんですよ。英語っていうのはもうコツコツやるやつが勝つっていう感じなんですよ。で何日か読まないと本当に感覚面白いほど鈍るんで、もう僕は受験前は怖くて逆に毎日解いてないと1日空けただけで僕は英語どうなっちゃうんだろうって思うぐらい恐怖心に駆られてたんです。でも本当にそれぐらい一緒で、やっぱ他の言語っていうのは毎日触れてないとできなくなっちゃうんで、だからこそ逆にこうやって毎日もしくは2日に1長文とか触れる癖をつけといてください。で
2次とか受ける人で、いや僕英作文があるんですよねとかね、リスニング結構配点が2次でもあるんですよねみたいな人、そういう人に関しては例えば長文を2日に1長文にして、もう1日の方で例えば英作対策っていうのを徐々に入れ込んでいけば OK かなというふうに思います。よくね、9月からは実践だとかね、秋以降はガンガン問題解いていけ、そういうのはもうここの人たちですから、まだこのレベルにいるのにこっちやってもさっぱりできないし、逆にこっちいるのにこの真ん中のこととかね、この辺りとかやったって長文読めるようになっていきませんので、自分に合った勉強法というのをしっかりこの動画から汲み取っていただいて実践してみてください。はい、というわけで今日はこの辺りで以上です。